故には十分注意されてください。では皆さん今日一日よろしく。まあ、地元の海とか浜が綺麗になるのが最高ですね。楽しかったですよ。こんなにみんな分け合いあいで綺麗に掃除してくれて、自分の心もパッと、みんなのおかげさまでありがとうございます。当時のゴミはもう山からの木の葉っぱ、ソテツとかそういう葉っぱ、もう最近はちょっとゴミの流れてくるゴミのあれが違いますけども。で今日参加がですね、一応87名くらいで、その中に子供が20名くらいということで、まあ、非常に助かって嬉しく思っています。今回奄美大島のビーチクリーン活動に参加させていただきました。私たちも工場周辺のクリーンアップ活動を行っておりますけれども、まず自然の美しさに感動しました。また地元の方ですね、一緒にですねビーチクリーン活動を行うことができましたので、本当に良かったと思っております。三井化学は化学メーカーでありますが、化学というものは物を作ることもできれば物を守ることもできる、仕事だと思っています。なので化学の力でいかに地球環境を守っていくことができるかということを、社員がこういう活動を通して経験し、それを地域の方たちと巻き込んで地球人として一緒に活動して守っていければいいなと思っています。Oh, no.